はい、どうも、フォーゲーマーです。本日は東京ゲームショー2014のセガブースに来ておりまして、電撃ファイティングクライマックスのですね、まあ、先日セルベリアとアリシアの追加が発表されたばかりなんですけれども、なんと今回特別に、ロムの方を持ってきていただきまして、さらに解説もしていただけるということで、フランスパンのバトルプランナー芹沢かもねさんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フランスパンのバトルプランナー芹沢かもねです。よろしくお願いします。じゃあ、まあ早速、セルベリアとアリシアの解説をしていただきましょう。よろしくお願いします。じゃあ早速、セルベリアのアリシアの解説をお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっとセルベリア、今回ですねボスキャラとして追加されたんですけど、ボスキャラなんですよね、家庭用の、まあ、ちょっと相手もちょっとアキラとかにしてますけども、はい、まあ、これ家庭用ならではって感じで、今回追加されるセルベリアなんですけども、はい、ボスキャラなんですけど、まあ、条件を満たすとこのように使えるプレイヤブルになると、プレイヤブルになる、まあ、このかっこいい登場シーンから始まってですね、はい、まあ、そのどういうキャラかというのを、まあ、軽く解説してください。そうですね、セルベリアなんですけども、はい、まあ、こう見た通りこうでかい、こうでかい、でかいキャラクターです。でかいですね、まあ、ちょっと、まあ、そうですね、でかいですね。まあ、このセルベリアの槍で、かなりパワフル、パワーで、ここからだ、ね、こうつくだけではなくて、つくのもありますけども、こう叩いたりするのもあり、こういうのも結構ある。まあ、盾と槍を使って戦うのが、まあ、ヴァルキリア、セルベリアのポイントですね。はい、で、そのサポートのアリシアなんですけども、はい、こちらもね、はい、追加になりました。ちょっと早速出してみますけど、まず普通の行くぞアリシア、手榴弾を投げる、まだまだ、これすごい使いやすいので、相手の位置にこうアリシア、避けられるのか、この脅威の命中に攻撃してくれます。行動開始します。で、もう一個ですね、はい、ありますね、行くぞアリシア、守りたい、みんな、ほとんどこう、かなりパワーが、そうですよ、バルキリア化してから、一線を出すという技になってます。これかなりこうパワーがありますので、サポートのアリシアもこう手榴弾を出すと、バルキリア化して一気に攻撃するというパワーのある2つがあるので、これすごい使いやすい。まだ戦いは終わっていない。まあ、今回セルベリアとアリシアがセットになって出てきてますので、ぜひ一緒に選んでもらえればなと思います。はい、そうですね、まずセルベリアの必殺技なんですけど、まあ、すごい代表的な技だと思うんですけど、これですね、連光拳という技なんですけども、これはバルキュリアの初代の、ダウンロードコンテンツでセルベリア使えるようになったんですけど、その時の、そうですね、その時の通常攻撃がこの連光拳という技だったので、それをかなり再現して、いますので、次だ、こう、そうですね、こう槍からバババッとこう、ここからだ、遠距離から遠距離に攻撃できるという技になってます。はい、結構戦い使いやすいので、これを主軸にやってもらえればなと思います。なるほど。でもう一つあるんですけども、はい、代表的な技がこれです。瞬間移動、瞬間移動ですね。これ残影という技なんですけども、はい、こちらは、ヴァルキュリアの3ですね、確か、そうですね、イムカと戦った時に、イムカと戦った時に出した、なんて、スリーがこう瞬間移動して一気に相手の前に近づいて攻撃するという、これがいいの、技になってます。これ空中でも出せるんですけども、ワープするだけではなく、当然攻撃を出せたり使って投げたりもできるので、加えて技ですね、こちらがすごい、セルベリアを使う上でポイントとなる技です。まあ、先ほどこうパワーだけじゃなくてスピードも持ってる、ね、そうなんですね、パワーが見た感じ明らかにあるっていうのが分かると思うんですけども、それだけではなくて、遠距離などから一気にもっと近づく、このスピードですね、瞬発力の高さですね、これが一気に迫ってくるのプレッシャーですねがかなりありますので、この辺をメインに戦ってもらえると、まずかなり面白いキャラになるんじゃないかなと。あとは切り札、そうですね、切り札をじゃあちょっと出しちゃいますね。切り札はですね、こちらです。この瞬間の専用特殊銃ルームという、マシンガンですね、これ20発撃つ技なんですけども、はい、まあ、このまあ20発というのもこうルームのこう弾数に合わせてあったりして、かなり原作をですね、ダメだとい う, こ う, こうドット絵を描いたスタッフのこう熱いこだわりがあって、まあですね、20ヒットではないとダメだという
まあ、この明らかにこう遠距離に攻撃できる技ですので、まあ、切り札なので困った時に使うとかなり効果的なんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、最後にクライマックスアーツ、あ、そうですね、じゃあクライマックスアーツの方をじゃあ出していきます。はい、クライマックスアーツはですね、先行戦という技なんですけども、これもあのアニメのオープニングなんかでも出てた、槍からビームがすごい巨大なビームがゴッと出る、まあ、そのバルキュリアといえばこれかなという技をうまく持ってきます。じゃあちょっと出しますね。終わらせてやろう。はい、先行戦これです。負けるわけにはいかんの。作戦終了。よし、全部倒したの。はい、そうですね、というところになってます。じゃあ、まあ家庭用の発売を、あ、そうですね、家庭用の発売が11月13日発売となってますので、セルベリア・アキラプレイヤブルで使うようになってますので、ぜひ買っていただいてプレイしていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。